薬効いてないみたいね。病状は以前より進行してるわ。あとどのくらいですか？長くないことは確かだけど断定はできないわね。前の担当から聞いたけど、あなたの望みは候補生として最後まで戦場に立つことなのね。はい、どうせ治らない病気ですから。寝たきりで死を待つのは嫌なんです。じゃあ後でその旨を書いた書類を提出なさい。新しい薬を処方しておくから毎朝飲むことね。ただ夜には副作用でひどい痛みがあるかもしれないけど。はい、わかりました。以上よ。あの、まだ何かあるの？病気のこと、クラスゼロのみんなには黙っていてほしいんです。ああ、そんなこと。候補生の個人データには守秘義務がある。心配しなくても言わないわ。